くテレビでやっていた映画を見たんだ。未来の世界を舞台にした海外の古い SF。 すでに世界は汚染されて、マスクなしじゃ肺がただれて、瓦礫のごときメトロポリス、未開の惑星みたいな地球。逃げ込んだ先は地下室、ただし8万平方キロメートルの、昔はシェルターと呼ばれていたが、今じゃ都市と呼んで差し支えない。人工太陽、人工植物、そもそも人工じゃないものはない。ほぼ人間と変わらぬ AI、 誰もそれに疑問は抱かない。力は力でしか抗えない。犯罪の5割はアンドロイド、科学の方は鬼組む主人公。全時代の CG もほどほどに、徐々に確信に迫るミステリー。だが実は彼もアンドロイドってのは、その映画のラストカット。ないの。
フィクション、この先どうなるかなんてそんなこと僕に聞かないで、答えは君自身が見つけて、僕は名もないアンドロイド。